皆さん、どうも、こんにちは。トリです。本日は、勉強について話していきたいと思います。皆さんは、勉強が好きですかそれとも、嫌いですかあなたの得意な科目は何ですかまた、苦手な科目は何ですか学生生活において、最も重要であり、最も時間を費やすこと、それが、勉強です。 もはや勉強が学生にとっての仕事であると言っても過言ではないはずです。勉強のスタートは小学校1年生の時であり、そこから小学校6年間、中学校3年間、高校3年間、大学4年間、人によっては大学院2年間と16年もしくは18年続きます。 おそらくこの動画を見てくださっている方の中には勉強が嫌いで苦手だという方がいらっしゃるはず。できることなら一生勉強せずに一生遊んで暮らしたいというのが学生の本音でしょう。と言っても学校にはテストや入学試験が付き物であるので勉強しないわけにもいきません。 勉強とは15年以上の長い付き合いになる人がほとんどだと思うので、今のうちに勉強嫌い、苦手意識を克服しておくことをお勧めします。そうでないと、せっかくの学生生活が多くの苛立ちと苦痛で台無しになりかねません。では、どうすれば勉強嫌い、苦手意識を克服することができるんでしょうか 答えは簡単です。勉強を好きに得意になればいいんです。いや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 、そんな簡単に言うなよと思った方も多いはずです。勉強はコツさえ掴んでしまえば好きになり得意になります。多くの学生さんは勉強のコツが分かっていないので、その楽しさが分かってないだけなんです。勉強が楽しくなれば 自然と勉強が好きになり得意になります。では、その勉強のコツとは何でしょうかどういったものでしょうか皆さん知りたいですよねズバリ、勉強のコツとは祈りと地道な努力です。まずは祈りから見ていきましょう。多くの学生は何か勘違いしています。何を勘違いしているのかというと、 自分は賢いと思っているところ。また、今は賢くないけれども、勉強を自分の力で頑張っていけば、今後賢くなるだろうと思っているところです。はっきり言いますが、私たちは自分が思っているほど賢くはありません。たとえ、東京大学や、 京都大学に入ることができる知恵を持っていたとしても、その賢さは高々かか知れています。確かに人間社会の中だけで人間同士で比べていくならすごいかもしれません。しかし、天地創造主なる神様と私たち人間の知恵を比べるとき、私たちの知恵は非常に ちっぽけなものであることがわかります。天地創造主なる神様は、私たちの創造をはるかに超えた知恵をお持ちです。